けれるかな。ニョッキニョキ。あ、ここを脱出することができるよ。ああ、植物博士と言われた私に任せれば。マジで何でもね。マジっすか。何でも分かっちゃう。じゃあこれ何。え、それはあれだよ、ネギじゃないですか。そんなわけない。そんなわけない。終了。いや、よかったね、この私の案内ツアー。楽しかったかな。早かったな。水仙の思いっきりチューリップって書いてんの。水仙、水仙、水仙か、水仙か、チューリップ区。おー、すげえ、いろんな名前がついたな、水仙でも。ほんまやね、全然違うんじゃない。水仙も時期終わっちゃったかな。カレーチョール。おー、レモンタイムがある。レモンタイム、レモンタイムか、ハーブが。あ、何、あの時間的に言うとレモン若い、あのクイズ。レモンタイム。なんか結構あるねこれ。おお、広いな。思ったより広いね。虫がブンブンとかある。すごい。そこはさ、これは何ですか。え、それあれですよ、ちょっと薄いネギ。結局ネギか。あのよくあの西日本で取れる。ああ。なるほど。ネギ。じゃあこれは？え？これは？それはすごくでかいネギ。このネギだけか。うん、あの東北地方。マジ？中国って書いてますけど。あれ？そうっす。なんですかこのおしゃれなウッドデッキ的な。すごいなこれ。いいね、贅沢やね。お弁当持ってくればよかったね。いいね、いいとこだね。めっちゃ小学生おる。落ちそうな、なんか落ちそうな景色見え。なんか普通に、なんか普通になんか落ち着こう。あの子ら手段こう期待して。やべえ、こっち今日おるだよ。こうみんなボロボロってきて。ちょっと相席大丈夫ですか。相席ちょっと相席になる。気まずいわ。相席がめちゃくちゃやから。すげえ気まずい。もうなんかおまくるやん。あ、いや、お弁当じゃね。お弁当これ食っちゃう、みんな。お弁当は何、イーストギアみたいに。ええー、なあ、こんなとこに遠足これって。いいね、ほんまに贅沢な。近所の山とかやったらよ。あ、マジ。近所の山に行って。近所の山か。そうそうそう。歩くだけ。歩くじゃない。すごい。いいね。イエーイ。イエーイ。イエーイ。もうこれいい。なんなんなん。なんなんなん彼ら。なんの、わからん。わからん。すげえ綺麗。うわ、こっちの方が俺好き。芝桜よこれ。いいね。芝桜。芝桜ってこんなんやったっけ？なんかもうちょっとすげえ濃いピンクの気がしたんやけど。綺麗な。こんなんなん。いいね。いいな。いいね、いいね、いいね。だいぶ縛っとるわ。縛っとるの意味が分からんけど。わかんない、なんかアングルが綺麗に撮れんの。え？いや、結構。たまたまがニギニギしとる。違う。牛、淡路牛なんとかバーガー。淡路牛なんとかバーガー。淡路牛わらバーガー。これでもかっていうぐらい淡路牛を。うまい。使ってない。これ奥さんちゃんに買い出して。うま。マジ。どうですか。あ、むっさまい。どう、断面が。むっさまい。なんかほんまに肉汁がもうすごい。ジュースで。ジュースとしか食べてジューシー。